はい、いただきます。うん、美味しい。あのだいぶ大人な感じのシュトレンなんですけども、あのナッツをあのちょっとカラメリゼして、あのナッツのローストの香ばしさと、あとはそのちょっと苦味をちょっとプラスしたタイプのあのシュトレンなので、もう本当にこうワインとか、あのちょっと苦め、本当こういつもよりちょっと苦いコーヒーと一緒にですとか、そういう部分ですね、仕事終わりにこうちょっと食べていただきます。これあのアーモンドプードルをローストした、そうですね、大体これは長いって言っても大体あの100、170度ぐらいですけども、であの比較的生地がちょっとこう粗めの方が焼けた時もそのバターとか吸ってくれますんで、であの今日はそのここでナッツを入れるんじゃなくて、あの成形の時にあの入れます。でそ の, あの理由としましては、あのこういう状態になります。で今一応これで上がりです。ちょっとあの冷えない言葉あったりとかしまして、このカラメルの方の、ローストしたものをちょっと入れてますけども、で絡めます。で絡めた時にこうやってなってる、こういう部分、こういうのが、成形して入れることによって中にちょっとこうソースみたいな形になります。こう潰していただいて、あのオーブンシートを引いた上にこんな感じでいきます。シュトレンの方があの焼けましたので、いいです、これを台にするだけ、ちょっと多めに、うん、で大体このくらいこういう状態にならして、でそれであのグリルに、だから逆にこうあんま練りすぎてしまうとこういう食感にならないんですよ。パンみたいな食感になっちゃうんで、でまあ、あの一応こう大人のナッツのあのシュトレンみたいな感じでこうテーマで自分の中ではやってましたので、で生徒さんもそこに関してはあのやっぱ食べて結構初めてな感じだったみたいで、すごく評判良かったと思います。